こんにちは、死神ちゃんです。人々の金と欲望、果ては全てを吸い尽くしてしまう悪魔のお遊びとも言えるパチンコ&スロット。そんな悪魔に見入られてしまった人たちは、時に人生を狂わしかねないとんでもない大事件を起こしてしまうことがあるのです。そしてそんな大事件をご紹介している本チャンネルの看板シリーズ、パチンコで負けすぎた客が起こした衝撃の大事件シリーズですが、あまりにもやらかしちゃう人たちが多すぎて、これまででパート9まで行ってしまいました。ただやはりパチンコとは恐ろしいもので、負けすぎた人たちが起こした事件は後を絶たない状況であり、ついにこのシリーズの大台のパート10を作れてしまったので、早速ご紹介したいと思います。パチンコ台窃盗ファミリー事件。まずはパチンカスの親を持つと、こんなにも悲惨な事件が起きてしまう盛大なる親ガチャ失敗事件をご紹介します。事件が起きたのは2023年の8月23日のこと。パチンコをやるためのお金欲しさに、工事現場などから約1700万円相当の機材や資材を盗んだとして、50歳の無職の父親とその息子の22歳の長男、そして21歳の次男が逮捕されました。事件の犯人であるこの3人は実の親子関係であり、埼玉県内にある道の駅に軽自動車を駐車し、外から見られないようにカーテンを取り付け、そこを拠点として活動し、車上生活をしていました。そしてこの3人は実行役と見張り役に分かれ、道の駅付近の工事現場に訪れては資材や機材の窃盗を繰り返し、なんと被害件数は50件、被害総額は1700万円にも上ったそうです。そして盗んだものを換金し、売却額は約280万円ほどだったそうで、そのお金を生活費とパチンコ代金に充てていたそうです。しかもこのお金はまあ当たり前ですが、父親が全て管理していたため、このお金で子供たちにもパチンコをやらせていたかは分かりませんが、こんなゴミみたいな窃盗を自分の子供に協力させるような親ですから、もし負けでもしたら半端なくブチギレられそうですよね。今まではパチンカスな親を持つと、子供を車内放置してパチ屋に行ってしまうイカれたやつや、借金などを繰り返し生活費まで使っちゃうクズなやつなど、様々な弊害を受ける子供たちがたくさんいましたが、パチンコをするためのお金を稼ぐために自らの子供を犯罪に加担させるやつは初めて見ましたよね。当然こんな暮らしを続けていたら盗みがバレないわけもなく、今年の4月にこの3人は逮捕され、その後8月23日に余罪が発覚し追送検されました。3人で生活しているなら普通にバイトするだけでも結構長くになるでしょうに、なぜパチンコをする親を持つとこんなことになってしまうんでしょうか。まあ子供に犯罪をさせるような親ですから、子供が働いても自分は働かず金だけぶんどってパチンコしてたでしょうけどね。悲しい話ですが、それでも子供に罪を犯させていない分、そっちの方がまだマシだったかもしれませんね。パチンコ台ぶん殴って壊しちゃった事件。続いてはパチンコで負けすぎたやつの代名詞ともいえる大パンに関する事件をご紹介します。事件が起きたのは2023年の8月24日、愛媛県松山市にあるとあるパチンコ店に設置されたパチンコ1台をグーで殴って破壊したとして、33歳無職の男が逮捕されました。大パンとは負けすぎたやつらがその腹いせに自分が打っている台をぶん殴るというただの器物破損行為であり、当然犯罪に当たります。パチンコで負けるのとかめちゃくちゃ自己責任なのに、負けた怒りで物に当たるとかマジで情けなさすぎますよね。ただほとんどの人がやるとしても、ボタンを強めに叩いたり台を軽く叩く程度であり、しかもパンコ台そのものが大パン対策としてかなり強度があるため、今まで生きてきて感じた人生の怒り全てを込めたくらいのパワーじゃないと到底破壊できないのですが、今回の事件のように世の中には実際に破壊してしまう人が存在するのです。一体どんだけ負けたら台を破壊するくらい殴っちゃうのでしょうか。殴ってる間に馬鹿らしくなってこないのでしょうか。しかも今回のこの事件、このアホなパチンカスが台を破壊したのが2023年の2月21日で、実際に逮捕されたのが半年後の8月24日ですからね。台を壊しても逃げたらええねとか思ってる人がいるかもしれませんが、今回みたいに半年後に行かれることもあるので、過去にやっちゃったことがある人はこの事件を見て十分に反省してくださいね。ちなみに台を壊してしまうと、その台の値段だけじゃなく、その台がもし稼働していたら出たであろう利益も支払わないといけないため、障害収支が一生プラスになることがないくらいとんでもない額を請求されることになるので、普段から激アツ外して台に当たり気味の人とかはこれをきっかけにやめるようにしてくださいね。カイジの嫌がらせ再現事件。続いてはギャンブル漫画の金字塔、カイジに登場するカイジがやっていたマジでしょうもないカスみたいな嫌がらせ行為を実際にやってしまった人が現れたのでご紹介します。事件が起きたのは2023年の8月11日、宮城県大崎市にあるとあるパチンコ店の駐車場で、他人の車のタイヤに穴を開けてパンクさせたとして38歳の会社員の男が逮捕されました。冒頭で紹介したカイジを読んだことある人ならわかると思いますが、初期のカイジに出てくる初期のカイジは、店で大勝負なんてするようなやつ
でもなく、だらだらと毎日を無気力に過ごしており、その鬱憤を晴らすべく他人の高級車をパンクさせたりなどのいたずら行為をして回るというただの外事だったのです。この漫画を読んでいる時は、こんなしょうもないことするやつほんまにいんのかよと思っていましたが、まさかのこの令和の時代にリアル初期怪事が現れてしまいました。犯人の男はこのパチ屋でボロボロにやられた後、そのまま駐車場に向かうと、所持していた千枚同士で他人の車のタイヤに穴を開けて逃走。そもそも普通にパチ屋に千枚同士持ってきてんのとか、確実に常習犯の匂いが半端ないのですが、どうやらこのパチ屋以外にも同様の被害が出ており、防犯カメラの映像からあっけなく逮捕されたそうです。パチ屋に金使ってアホみたいに負けて帰るのは自由ですが、他人に迷惑をかけるのだけはマジでやめてほしいですよね。こんなやつはエスポワールに乗らせて近い気になってもらいたいですよね。生きるお金失いました事件。続いては、明日を生きていくための大事なお金まで3度に突っ込んじゃったせいでとんでもないことをやってしまったバカをご紹介します。事件が起きたのは2023年の8月6日、福岡県福岡市にあるとあるパチンコ店で、他の客が遊戯して出たメダル約800枚を盗んだとして住所不定33歳無職の男が逮捕されました。これは皆さんもマジで気をつけてほしい事案なのですが、この日被害者となる男性はパチスロー遊戯中にメダルを獲得し、そのうちの約800枚をドル箱に移しトイレに行きました。そしてその放置されたメダルを見て完全に魔が差してしまったのが、今回事件を起こすことになる犯人でした。犯人の男もこの日同店で遊戯をしていたのですが、残念ながら生活費までやられてしまうという盛大なボロ負けをかましてしまいました。明日を生ける金を失った犯人は絶望しながらも店内を徘徊していると、ちょうど被害者の人がトイレに行き800枚のメダルが無防備に置かれているところでした。生活費までやられたこの男は完全に頭がおかしくなっていたため、このメダルがあれば明日を生きれると思ってしまったのか、そのドル箱を手に取りそのままジェットカウンターに流し、後がつかないためか別のお店で監禁を行ったそうです。そして被害者の人はメダルが出ているため気分よくトイレから帰ってくると、自分が出したメダルがなくなっており、盗まれたことに気づいたそうです。30歳を超えたいい大人が職もなければ家もなく生活費すらも使い果たすパチンカスで、挙句には窃盗までして犯罪者になってしまうという、どんちゃんもびっくりの悲惨すぎるフルコンボを決めてしまったのです。そしてやはりこんなしょうもないことやるようなやつはとんでもなくバカなのでしょうか。なんとこの窃盗事件を起こした約3週間後の8月24日、まさかの犯人の男が何食わぬ顔でこのお店に遊びに来ちゃったのです。そしてこのお店の店員は一目見た瞬間あの時のやつやんけと気づき、防犯カメラの映像と一致したことからそのまま逮捕となりました。バイト2日くらいやったら稼げる額で人生棒に振っちゃうなんて、マジでこいつの脳みそには働いて稼ぐという概念がないんでしょうね。まあもうこの犯人は人生のコンプリート機能が発動して完全に積んじゃってるので、この事件をきっかけにリセットしてなんとかやり直してもらいたいですよね。パチンコ台、飲食店から強奪事件。最後はパチンコを打ちたすぎるあまりいろんなとこでとんでもないことやってしまったあまりにも情けないおばちゃんをご紹介します。事件が起きたのは2022年の6月、パチンコ代金を得るために複数の飲食店に侵入し、そのお店から現金を盗み取ったとし、栃木県宇都宮市に住む67歳無職の女が逮捕されました。被害を受けたお店は埼玉県川越市にあるうなぎ料理店で、時刻は午前9時過ぎの営業準備中のこと。従業員たちがそそくさと準備を進めている中、犯人の女が何食わぬ顔で店内に侵入し、レジ付近の厨房などに人がいないのを確認すると、現金およそ3万2000円が入ったポーチを手に取り、何事もなかったかのようにお店から出て行ったそうです。この時このうなぎのお店には6人の従業員がいたそうですが、誰もこの犯罪おばさんに気づかなかったという、クライマックスリーチ中のルパン並みの回答スキルを披露していたそうです。そしてこのお店を後にしたおばさんは1キロ離れたお寿司屋さんにも現れ、本店も営業準備中だったために誰も気づかず、現金6500円が入った財布とバッグを盗みお店を後にしました。そしてこのおばさんは盗んだ現金でパチンコに勤しみ、その後飲食店の防犯カメラの映像からあっさり逮捕につながったそうです。このおばちゃんのヤバいポイントは、住んでるところが栃木なのにちょっとでも捕まりづらくするためにわざわざ埼玉県まで行っているところですよね。こんな遠いところまで行ってパチンコ代金を盗むなんて、どんだけ打ちたいねんって話なんですが、実はこのおばさん今回の犯行が初めてではなく、2018年頃から開店前の飲食店に盗みに入るようになり、すでに過去に一度逮捕されていたそうです。しかも今回の犯行も2件ではなく、余罪は数十件にも上るとされており、まさかのルパンも驚きの回答パチンカスおばさんだったようです。今回もたくさん負けすぎたお客さんの事件をご紹介しましたが、昨今の台はとにかくスペックが荒く、スピードに特化した台が多いため、お金の吸い込みも激しく、良くも悪くも人の脳みそをおかしくする台が増えてきており、おそらく今後もよりスペックが荒く、より激しい台が増えてくると思いますので、今回でこのシリーズもパート10まで
まで行っちゃったわけですが、気づいたらパート100になってたなんてことがないように、この動画を見ている皆さんはきちんと投資額を決めて、あまりのめり込まないよう適度にたしなむようにしましょうね。皆さんはこれまでのパチ人生で負けすぎた怒りでパチ屋に反撃をしたいと思ったことはありますか？その時のエピソードも添えて、ぜひコメントで聞かせてくださいね。